はい、ということで、はい、原宿メモリアル、はい、今日で一応年内最後の対談ですよ。対談なんだ。どうですか2010年は。あちくんも好きだね、なんか振り返るのねなんかいつも振り返ってるね。未来は何も見えないから過去をとりあえず振り返っとこうみたいな。まあ原宿メモリアルで振り返るってことなので、はい、まあ100回も超えましたからね。100周ね、うん、100周も超えましたからね、うん、2011年また新たな、はい、なんかスタートという感じで、うん、うん、どうなんか新しいことするんですかね。やらないといけないんじゃないですか。でも最近割とこうコーナーもかっちり決めてきてるので、うん、やってますよね。しばらくはね、はい、この感じでいいかなと思いますけども、はいはいはい、まあ、あんまり安泰せずね、そうね。あとはアンケートもちょっと、あ、今や募集してますよ今、うん、アンケート、うん、リスナーさんとの交流とかね。そうね、公開収録とかしてみますか。うん、ちょっと深めたいですよね。あのさ、ベローチェとかで公開なんですよ。公開ですよ。いい迷惑です、お店に対して ね。まあでもお店が、まあ、コーヒー頼んでもらってるからいいじゃないですかと。他のお客さんがね、いいじゃない、こんなのこんなのってはい、じゃあ参りましょうか。はい、動画の数の原宿メモリアル。はいはい、どうですか。どう、何がどうですか。調子は、調子悪いですよ。悪い、なぜ悪い。なんでしょうね、12月に入ってから調子悪いですね。それは12月病ですね。うん、はい流すんですか。はい、なんだかな、うん、なんだかな、あとは階だな、なんだかな、はい、あとは階といえば加藤愛さんがね、名前が似てるって話でしょ。12月12日に誕生日迎えられました。あ、そうなんですか。ね、あ、加藤愛さんのね、あの誕生会はすごいらしいですね、はい、なんかそんなアメブロニュースをちょっとね、うん、アメブロニュースか、うん、まあタイトルだけ見たんですけどもね、うんうん、はい、うん、でですよ、はい、毎週一発目はこのコーナー、都道府県キャッチコピー。前回三重県、前々回愛知県と、徐々に西に進んでおりますが、今日はなんとじゃん、自分でじゃんって言っちゃってんじゃない。だって押してくれないの。滋賀県。滋賀県ね、ガシ、滋賀スカオって言いましたよね、ミュージシャンにね、いないでしょ。あれでしょ、琵琶湖の向こうって曲歌ってたでしょそう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 、あれから僕、はい、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。そう、山崎まさよしさんがね、滋賀県出身なんですよね、うん、そうなんですよね、まさよしさんね、うん、もうこれ以上僕は嘘をつかない、はい、もう今日ブーがいっぱいだなでもまさよしさんのあの、はい、ワンモアタイムはいい曲ですよね、はい、まああの曲でワンモアチャンスね、デビューしたようなもんですもんね、うん、まあデビュー曲多分他、まあ他の曲ですけども、うん、あれで一気にドーンきましたね。映画の曲に使われてね、月とキャベツ、うん、ね、はい、主演ドラマ映画ですよね彼のね、うん、そうそうそう、うん、なんだ、あとはほら、あなた間違ってますよっていう人。何、あなたの言うこと何の根拠もない、日本ダメだこのままじゃ、今日も飲まれ大会なの今日は、田原総一郎さんね、全然なんで今年最後なのにブー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 言うんですかそんなに。田原総一郎さんってね、昔はい、すごかったんだよね。何が何が、いやなんか、うん、何 AV 男優とかあったでしょ。へえ、何でもやるんですねこれはね。そう、うん、ジャーナリストの時にね、うんうん、あでもなんか読んだことあるな、その自伝じゃないけどインタビューを何でもやったなんていうところを。まあね、朝まで生テレビですよ、うん、僕はどっちかというと朝まで生の方がいいですけどね。はい、そうですね、はい、はい、でまあそんな滋賀県なんですが、はい、どうでしょう、滋賀県といえば僕は大津市以外はあんまりイメージがないんですけども、私大学の時の一
人が滋賀県出身で、ほうほう、彦根市出身でしたよ。大学の人の人、大学の時の人って何ですか、人って。なんていうの、同級生って言い方もおかしいなと思って。お友達。友達って弟のお友達ともなんですけども。だから大学の人。人が、大学の人が。はい。彦根出身。うん、彦根、箱根じゃなくて彦根。そうです。彦根って、滋賀にあるんですよね、うん、でお城もあるんですあそこ彦根城、うん、なんだろう、何があったとこなんですか彦根って。僕わかんないけど、ああ、うん、とりあえず城はあったぞと、うん、あの辺ほら戦国時代は結構、うん、なんか中心地だったから。そうですね、確かにね、うんうんうん、はい、彦根、箱根、彦根、へこね、へこねってなんかよくやりません、うん、箱根、知らない、へこね、へこね、うん、はい、まあ、滋賀県、あとはなんか琵琶湖、琵琶湖しかないんだもん。うん。言い方したら滋賀の方にしてる。だってあの滋賀県っていう県真ん中ドカーンって言いますよね、でっかいのが ね。でかすぎるよね、あれだけでほとんどなんで県の面積の半分ぐらいあるんじゃないかって思うぐらい。そんなイメージですよね、うん、あそこに溺れてる人も人口としてカウントしてるんですか、ね、いや溺れてるって何ですか、溺れてるってなんか常に常時5人ぐらい溺れてるって、常に何ですか、それ泳いでるとかじゃなくて溺れてる。そう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 、はあ、違う意味でも溺れてるかもしれませんけど、ね、何ですかそれは違う意味でも溺れてる、まあ、はあ、はあ、そんな滋賀県、はい、だからやっぱ琵琶湖中心にやっていくしかないんですかね、ここは。そうですね、あそこはなんか恐竜みたいなのいないですか、恐竜、うん、ネッシーみたいな、ビワシーみたいな、ビワシーみたいな、ビワいないの、ビッシー、ビッシー、うん、でビッシーいることにしますか、ビッシー、ビッシリー、ビッシービッシリー、どうでしょうか、ひどいですよ、まあなんだろう、前回がその牛に真珠三重県っていう、うん、結構ストレートに来てたんで、そうですね、割とストレートに行きますか、うん、あんまりなんか全然思い浮かばないから、びっしりびっしー滋賀県、びっしりびっしー琵琶県、よくわかんない、琵琶県ですか、琵琶県って琵琶県、琵琶県いいね、琵琶県、琵琶県じゃねえよ滋賀県だよみたいなまたなんかそのなんとかじゃねえよ系、なんとかじゃねえ、あそっか、なんとかじゃねえよ系はもう使っちゃったんだ、うん、琵琶、じゃあ英語にしちゃおう、英語に、琵琶は英語でなんて言うんですか、わかんない、そのなんだかじゃない、なんだかみたいなさ、うん、英語の構文あるでしょ、なんとかじゃなくて、うん、なんだか not only みたいな、あ、 not only ありますねbut ってやつですね、忘れちゃったけど、Sugar is not only beer but sugar、 意味わかんないなんだかわからないそれな、それもうそれどういう意味なのそれ滋賀県は琵琶ではなく滋賀だって、あ、滋賀県は何、琵琶湖じゃなく滋賀、琵琶ではなく滋賀だ、滋賀だって、うん、当たり前じゃないね、当たり前なんですよ、うん、なるほど、じゃあ英語でね、うん、この際行ってしまおうと、うん、年内最後だし、滋賀とかける、滋賀ダジャレで、ほう、黙々滋賀ん、いい、体に良くないよ滋賀、そういう方に行くよねえもう許せないよ、待って、下げて、びっしり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 でしょ、もこもこシガーでしょ、もこもこシガーはい、もう全部却下ですよね、まとめましょうよ、いいかね、はいはいはい、うん、じゃあどういうのがいいですか、うん、なんかやっぱ琵琶湖じゃないよ滋賀だよみたいなね、琵琶湖じゃないよ琵琶県って、あんたみたいな琵琶法師、ビア方針、何の滋賀方針、話は広がってきちゃった、ベンベンベベベベ、昔兵士がいましたよ、はいはい、はい、はいはいはい、というわけで、というわけじゃない、うん、違う、決めなきゃ、ビア県じゃないしにしようじゃん、ビア県じゃないし、うん、ないしとねしとかけてるみたいな、かけてないけどかけることにするじゃん、全然わからなすぎるけどね、その琵琶県じゃないし滋賀県だし2010年終わるし、琵琶県じゃないよ、琵琶県じゃないよ滋賀県だよ、ダメ、じゃあそれ時間ないんでそれで行きましょう、うん、はい、じゃあちゃんちゃかちゃんって言うのください、いや決定
琵琶県じゃないよ滋賀県だよ、うん、普通だな普通だね普通だな琵琶県ってあんたにするじゃん琵琶県ってあんた、うん、琵琶県ってあんた、うん、滋賀県だっつーの琵琶県って書いてるのにハガキ届いちゃったよとか琵琶県って書いたのに届いちゃったよハガキ届いちゃったよみたいなハガキ届いちゃったよ、うん、でこんな結局こういうところで収まってしまうっていうねそれ好きだな俺はい琵琶県って書いたのにハガキ届いちゃったよと、うん、はい決定ですおめでとうございますそんなわけでございました原宿メモリーですこんなグダグダなままですね、はい、2010年終わろうとしちゃってますが、はい、いいんでしょうかいいんじゃないですか原メモらしくて、はい、いいのかな、はい、いいとも、はい、2010年ご愛顧ありがとうございました来年もよろしくお願いしますお願いします